こんなことになるなんて思いもしなかったわ。でも先生の言った通り、こういうのも悪くはないわね。正直不思議だったのよ。ちゃんとした格好の大人がどうしてこんなところでわざわざご飯を食べるのか。でも今なら少しわかる気がするわ。それぞれ理由は違っても、きっとみんなこういう気持ちだったのかなって。先生もきっとそうなのよね。私も少しは先生に近づけたのかしら。